おーえー、今回ですねあのー、三井住友カードからですねなんともっとお,お役に立ちますっていうことで DM でカガキでこのリボ払いリボ払いについてのこうやったらこうできますよっていうのが届きましたはいリボ払いですねどうすかリボって僕ね正直あとまあキャッ あと、キャッシングリボ。キャッシングリボっていうのがありますね。キャッシングリボ。まあ、正直僕はあんまりリボはおすすめしないというか、リボあんまり管理しづらいというかね。なんかその、まあ、なんかもうよくわかんなくなってくるので、まあ、僕がおすすめするのはリボ払いじゃなくて分割払いですね。うん。あの、楽天で昔僕やったことあるんですけど、楽天のウェブ、楽天のカードの クレジットカードのウェブから、この商品を後から分割ってできるんですよ。まあ、もちろんリボ払いセットもできるんですけど、後からリボっていうのもあるんですけど、後から分割っていうのはできるんですよ。で、そうすると、じゃあこの10万円、例えば10万円の決済に対して、後から分割を仮にしたとして、例えば3回だったら手数料いくら、4回だったら手数料いくら で毎月いくらの課金ですよっていうのが全部出てでパーセンテージ出てトータルいくらみたいなの全部出てくるんですよだけどリボだとなんかそのなんかスライド式だったりんかよく分かんないというか <laughs> なんかその毎月5000円とりあえず一定で落とされるよとかまあそのリボの形式によっても変わってくると思うんですけどなんかね見えなくなってきちゃうんですよねで毎月の支払いは まあ一定の数千円とかね、それなんだけども、全然減らねえみたいな、リボ地獄ですよね。だからリボ地獄にならないためには、リボではなく分割の方がいいと思います。<laughs> 僕がおすすめするのは。うーん、そう。で、なんでリボをカード会社が押すかっていうと、ぶっちゃけその消費者が分か,分かりづらく管理がし分からなくなってくるんですよね。で、手すりを取れるじゃないですか、ずっと。 なんでまあ手数料ビジネスでもありますからどう多くユーザーから手数料をこう取るかっていうところがまあビジネスのあれにもなってるわけですからリボいいよみたいなリボだと毎月まあその一定以上上回らないもうこの金額で落とされますよみたいなただし手数料でずっと抜かれ続けるって話なんですけどねうんなんでまあ僕はリボやるんだったらその分割がいいんじゃないかなと思いますね うん僕リボはやったことないんですよだから多分あああの楽天の後から分割はやったことありますけどそれはもうすぐその設定する時に全部いくらって出てきますからもう全部ねうんはいということでまあリボ時刻に陥らないためには分割の方がまだいいかなとそう <laughs> まああのー、一番いいのはね分割もリボもしないことなんですけどだからどちらかというとねその管理の部分ですね うん、そう管理の部分でリボだと管理しづらくなってくるっていう感じかな。うん。はい、不透明になってくるっていうね。うんはい、ということで今回はねあの、まあ、こういうかあの届いたんでリボ地獄に陥らない方法みたいなことにしときましょうか。では